ローレンツ・フラリックが描いたリーブとリーブスラシル。イラストでは、男性の下に、リーブ、女性の下に、リーブスラシルと書かれている。リーブは、北欧神話に登場する人物の名前で、ラグナロクの後、再び人類を増やすように定められた人間の、男女一組のうちの一人。もう一人の生き残りリーブスラシルといい、この二人が、ラグナロク後の世界の人類の祖となったとされる。 資料によって、二人の性別が異なっている。例えば、北欧のロマンゲルマン神話ではリーブを、男性、リーブスラシルを女性としているが、また、P271 では、リーブとリーブスラシルという男女という記述もされている。一方で、サイトによっては、明示的に性別を逆に記述しているものもあり、性別の解釈が錯綜していると言える。このことから、 言語の原本での記述で、両者の性別が明確に区別されていない可能性も、ある。コエッタの、バフスルーズニルの言葉第45節及び、スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシ、第53章によると、ラグナロクによって世界が崩壊し、フィンブルの冬が襲ってきて、スルトの放った炎が、世界中を包んでいる間、二人は、ホットミミルの森にかくまわれていた。 二人は長老を飲みながら生き延びた。大地が海から姿を現し、破壊と崩壊から蘇った世界では、リーブとリーブスラシルの他に、神々の子など新たな世界に君臨する神も生き残った。この神の子らは死者の国から帰還したバルドルと出会うと言われている。世界の崩壊後に生き残った者が新たな人間の始祖となるという内容の神話は、他にも見られる類型である。 ありがとうございます。